アナウンサーがこれだと思った話題を伝えるアナコレ、今日は大久保さんです。はい、よろしくお願いします。はい、今回のテーマはこちら、部活動です。今年の夏、全国1位に輝いた高校生たち、夢に向かう姿を取材しました。私が訪れたのは郡山市の朝霞開成高校。校内には至る所に優勝を祝福する看板やトロフィーが。穏やかな音楽聞こえてきましたね。皆さんは部活動です。出迎えてくれたのは朝霞開成高校フラタヒチアンダンス同好会アロハ。今年8月に行われた第11回フラガールズ甲子園。全国の高校生フラガールが表現力や技術力などを競うこの大会で、アロハは見事優勝しました。今まで頑張ってきたことを全て出し切れた演舞だったと思うので、1位を取れてすごく嬉しかったです。全国1位のフラガール、そんな彼女たちに一つお願いをしちゃいました。皆さんの強さの秘密を知るために、今日1日入部してもいいですか？ぜひ一緒に踊りましょう。ありがとうございます。なんと特別にアロハに入部。高校時代はダンス部に所属していた私、リズム感には自信あり。まずは基本のステップから教わりますが、なかなかうまくいきません。もう動きに必死すぎて表情はハの字です。難しい。基礎から教えてもらったものの、一人だけついていけず、技術力の高さを感じました。その強さの秘訣を聞いてみると、平日の練習は私たちだけで行っているのですが、私たちはとても仲が良くて、1年生、2年生、3年生の学年の垣根がなく、とても仲良く生活しています。一番の強みはチームワークの良さ。平日講師はいませんが、生徒一人一人が指導役となり声を掛け合います。これがアロハの技術力を支えているのです。この日、郡山市のイベントに出演したアロハ。フラで人々に笑顔と愛を届ける。表情はもちろん、手先の動き、そして足先からもフラへの気持ちを表現します。訪れた人からは、すごく笑顔が素敵で感激しました。とっても癒されました。踊る時のスカートの揺れがみんな一緒だったんです。もうすごくこう綺麗ですごいって思っちゃって、ちょっとうるうるしちゃいました。すごく練習したんだろうなと思って。この日も大成功だったイベント。このステージの裏には多くの人の支えがあります。それはこういった縫い目も全部お母様が縫われてるっていうことなんですか？そうです、ガタガタですけど、はい、すごい。取れないように、タヒチで腰を動かしても取れないように頑丈に縫ってあります。ステージで身にまとう衣装や
飾りの一部は保護者そして卒業生の手作り。私たちだけじゃこう優勝とかできなかったので、その保護者の方の支えだったり、会長や OG の先輩たちが私たちのことを支えてくださったので踊れています。沢田さんはフラに出会い、表現することの楽しさ、部長として気配りする大切さを学びました。そして大きな夢があります。将来はフラガールになりたいと思っているので、福島だけじゃなくて日本全国に、ハワイアンズにフラガールがいるということを知ってもらって、フラガールになった際には頑張っていきたいと思っています。フラを通して多くのことを学び成長した彼女たち、福島から世界へ、チームアロハの挑戦は続きます。大久保さんも一緒に踊ってましたけど、皆さんの滑らかさすごいですね。違いますよね、もうレベルが本当に高いということを身をもって感じました、ね、はい、そんなアロハの皆さんの夢は来年もフラガールズ甲子園で優勝ということです、うん、その夢を支えているのはチームメイトはもちろんですが、家族やそして卒業生の皆さんの存在も大きいなと感じました、はい、これからもフラで多くの人に笑顔や幸せを届けてほしいです。アナコレ大久保さんでした。